どうも、ミーナスです。チャンネル登録よろしくね。今日の動画はですね、今ですね、4本撮り一気に撮ってきましてですね、さすがに疲れたので、ちょっと松本随一の足湯にですね、今向かってるところでございます。まあ今日はそんなちょっとね、あの緩い感じで、まあ編集もほとんどなくですね、4本撮り疲れたので足湯で疲れを癒そうっていう、ちょっと企画にもなってないそんな感じでお届けしていきたいと思います。あの温かい目で見ていただければ幸いでございます。ということでよろしくお願いします。いやー、さすがにな、一人で4本は、いやー疲れるな。まあしかもちゃんと撮れてるかどうかもわかんないですからね。もう撮れてなかったらもうどうすんだっていう話ですよ。まだ、まあ、例えば撮れてたとしてもですね、もう4本目になってくるとですね、もう喋ってることが何言ってるかわからなくなってくる状況まで陥るわけですよ。だからグダグダになってですね、まあもうよくわからないのは切っちゃうんで、そうするとね、収録時間とその動画の上げる時間がですね全然違って、こう短い動画になっちゃったりとかですね。まあ、今現在もね、ちょっともう疲れでね、何を言いたいのかわからなくなってきちゃってるんで、まあ、とにかくちょっとね、この疲れをね、取りに行こうと思ってですね、まあもう急遽思ったわけでですね、急遽回した次第でございます。いや、今見ていただいた通り、足湯がね、浅間温泉に、あるんですけど、ちょっとわかんないですよ。もう本当に急遽回してるんで、行って混んでればちょっと取れないし、まあ平日だしね、この時間帯、午後のこの時間帯に優雅に足湯に使ってるなんていうね、不届き者は私ぐらいしかいないでしょうね、きっとね。混んではないと思うんですけどね、まあ、人がいないことを言っておりますけど、着きました。浅間温泉開花サンプラザ浅間、どうなんだろうな。あ、一人いるけどどうかな。うわ、駐車ができない、車が止められない。止められるか、1台やっと止められる感じ。危ない危ない。よし、ということで、行ってみましょう。ね、トプラザ様
きなりでありますが、個人的に最近のトレンド紹介ということでですね、いきなり始まりましたけども、まあただおじさんがですね、足湯に浸かると見てるのもなんなので、ここでですね、最近ですねトレンドとしてるものをですね、結構ためになるんじゃないかなっていうものを、今回紹介していきたいと思います。紹介するのはですね、こちらです。西野亮廣の夢と金という本でございます。こちらの、紹介をですね、なぜするかというかというとですね、まあ内容はちょっと説明できないですけども、まあ結構ですね、皆さんお金の勉強ってされたことありますでしょうか。まあ学生時代とかもですね、まあ教えてくれる方ってほとんどいなかったと思うんですけども、まあそれがですね、この本一冊で学べるっていう感じで、言ってもいいんじゃないですかね。結構驚きな感じの内容ではあるので、まあまあ先ほども言いましたけど、内容は説明できないですけども、まあ読んだ時にですね、どんな感じの反応をしたかっていうのをですね、これから、お伝えしたいと思います。まずですね、読んで一発目にですね、おーでございます。その後にですね、なるほどでございます。まあそんな感じの本でございます。まあ以上、個人的に最近のトレンド紹介でした。ビーナスコラナリ TV。 よいしょ。さあ、ということでですね、以上になります。疲れたので足に入るという内容でした。ということで、ありがとうございました。